ご存知ですか？財布一つで金運が爆発的にアップするということを。人生を逆転させて豊かな未来を引き寄せようと思ったら、金運財布を作ることをお勧めします。あなたがお金様に好かれているかどうかは、持っている財布を見れば一目でわかります。財布はお金様が宿り、お住まいになる、いわば家のようなもの。心地よく過ごしていただき、友達をたくさん連れて戻ってきたい、と思っていただく場所にしなければなりません。世の中には、金運がアップする財布に関する情報がたくさん出回っています。でも、それらのほとんどが、素材はこれ、この色がいい、などのハウツーを伝えるだけ。もちろん、縁起のいい財布を作るための一定の法則は存在しますが、それだけでは金運アップには限界があるんです。今月もまたお金が足りない。このままでは将来が不安。そうしたお金の悩みを抱える方もいると思います。ですが、お伝えしたいのは、誰でも必ず金運の輝く玉を持っているということ。仏教は、この世に生まれたすべての人が健康で豊かに、そして幸せに生きることを望んでおり、お金様に大好きになってもらうよう祈りを深めれば、金運は10倍、100倍にも増大すると教えています。お金に縁がない人は、金運の玉の磨き方を知らないだけなんです。多くの人は、一生の間に手にする金運の総量は決まっている、と思っています。そのため、いつか大きな金運を手にしたい、と夢を見ながら、現在の小さな金運で我慢してしまいます。ちょっとしたラッキーな出来事があっても、こんなことで金運を使ってしまった、と不安になります。でも実は、金運は自分で育てることができるんです。財布は祈りの心を深め金運をアップする切り札の一つ。財布は単なるお金をしまう場所ではないんです。毎日持ち歩き、一日のうち何度も手に取る機会がある財布。目にするたびに金運爆上げを祈るチャンスがあるんです。財布を使って誰もが持つ金運パワー、幸運パワーを最大限に輝かせましょう。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は日本一の開運寺住職が教える金運財布の作り方という本をご紹介します。皆さん、もちろんお金は欲しいですよね。いや、巨万の富を築いて豪遊したいとか、そんな気持ちは毛頭ありませんが、日々の暮らしに困らない程度は欲しいし、ないよりもあった方がいいと思うんです。ところで皆さんは、長福寿寺というお寺をご存知でしょうか？長福寿寺は今から1200年ほど前に、桓武天皇の願立てで建立されたお寺で、仏様の分身である白い像が舞い降りて、人々の願いを叶えたという言い伝えから、吉蔵君が祀られています。この長福寿寺は、とにかく金運増大のご利益が絶大で、近年では日本一宝くじが当たるお寺として全国に知られるようになりました。本書の著者は、この長福寿寺のご住職である今井長秀さん。仏教という視点から、金運アップのための教えを伝えてくれています。本動画では様々な教えの中から、金運財布とは、金運財布を作る極意、お金様に好かれる人、嫌われる人をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。お金がザクザク貯まる金運財布とは？皆さんはお守りをお持ちでしょうか？初詣などで買ったものをいくつか持っているという方もいると思います。あなたはお守りのことを中に仏様のパワーが入っている、持っているだけで運気がアップすると考えていませんか？でも実はそうではありません。お守りはあくまでも祈りの心を深める手段の一つ。人は形あるものに向き合った方が、何もない空中に対して行うよりも祈りやすいものです。そのため、いろいろな願いを込めて、仏様に祈る対象としてお守りがあるんです。財布もお守りと同じです。目にするたびに金運アップの願いを込める。すると、祈りの心がどんどん深まり、金運が爆発的にアップするんです。また、お守りにはもう一つ、金運パワーを受信するアンテナとしての役割があります。祈りの心がより深くなると、金運パワーを受け取れるアンテナの感度がぐっと高まります。
毎日財布に向かって祈りを深めると、多くのご利益を受け取ることができるようになるんです。仏教には、仏様のご加護と私たちの祈りが強く交わると、ご利益が最大限に高まる、観音道経という教えがあります。金運アップの願いを深めて、こちらからも発信する。財布を受信アンテナとして、強力な金運増大パワーを受信する。財布で双方向からのパワーが増幅して、金運が爆上げされるんです。財布は単にお金を入れておく場所や、お金を持ち歩く道具ではありません。祈りを深めて、金運パワーをいただくためのお守りと同じです。そう考えたら、財布はどんなものでもいいわけではないとわかると思います。では、一体どんな財布を選んだらいいのか。最も大切なのは、ありがたみを感じる財布を使うこと。そして、お金様がほっとくつろげる居心地のいい空間を作ること。例えば、雑誌の付録についてきた財布を、あなたはありがたいと感じて、丁寧に扱うでしょうか。どうせおまけと心のどこかで思っていますから、汚れたり破れたりしても、おそらくそのまま使ってしまうのではないでしょうか。また、5年、10年と使い込み、よれよれになった財布も同じです。くたびれた財布を見ても、ありがたい、機運がアップするとは思えないはずです。財布を見るたびに、ボロいなぁ、しょぼいなぁと感じていたら、自分の機運はこの程度と意識にすり込んでいることになります。見るたびにありがたいと感じて祈りの心を深められる。そしてお金様にとって快適なスペースを整えられるということがポイントになります。品質の良い財布には、持つ人のお金様に対する態度を変える力があります。上質な財布を購入すると、財布自体を大切に扱うようになるでしょう。財布に意識を向けて大事にすることが、お金様を大切にすることにつながるんです。また、これまでよりもぐんと品質がアップした財布は、あなたに金運爆上げの覚悟を決めさせます。これだけの財布を手にしたからには、本気で金運を上げるぞ。無意識のうちにそう思うことで、金運を高める行動を自然と取るようになります。たかが財布ではありません。財布を変えれば、お金様に対する姿勢が変わる。そして、お金様に対する姿勢が変われば、手にするお金も格段に増えていくんです。金運財布は、お金様に対する姿勢だけでなく、金銭の使い方まで変えるパワーを秘めています。お金の悩みを抱える人を見ていると、欲や衝動に振り回されてお金を使っていることが非常に多いものです。飲みに行って気が大きくなって、後輩に過剰に奢ってしまう。セールで安くなっていたから、大して欲しくないものまで買ってしまう。後輩や自分のためにお金を使うのは悪いことではありませんが、その場の感情に任せてお金を使ってしまい、なくなると大慌てするような意思のない使い方をしていると、金運アップはいつまでも実現しません。金運財布を使い始めると、無駄遣いや衝動買いがみるみる減ってきます。なぜなら、きちっと整った財布を使うことは、心の整理につながるからです。修行中の僧侶は、整理整頓をとても厳しく指導されます。掃除のために動かした仏具は、寸分たがわぬ位置にきちっと戻す。衣を脱いだら、それぞれの種類によって異なる順序で、角を揃えてピシッと畳む。仏教では、心が整理されると、自ら考え、主体的に行動できるようになる、とされています。同じように、きちんと整えられた金運財布を使い始めると、欲や衝動に振り回されることが激減します。こういう理由でこれを買う、と自分の意思で選べるようになるんです。そして、正しいお金の使い方が身につくことで、金運アップが加速していくんです。ご利益絶大、金運財布を作る極意。では、具体的にどのように金運財布を作っていけばいいのか見てみましょう。本書ではたくさんの極意が紹介されていますが、その中からいくつかをご紹介します。パンパン、ボロボロ、ごちゃごちゃをやめる。まず最も重要なポイントが、金運を遠ざけてしまう三大貧乏財布、パンパン、ボロボロ、ごちゃごちゃをやめることです。金運に恵まれている人の財布は、一言で言うと清々しいもの。パンパンでボロボロ、ごちゃごちゃしている財布は、とても清々しいとは言えません。パンパン財布。何週間も入れっぱなしのレシート。スーパーやドラッグストアのポイントカード。買い物メモやいつ使うかもわからない割引チケットなど、
お札とクレジットカード以外のもので財布がパンパンになっていませんか？こうした人はポイントに振り回されていないか要注意です。なぜならポイントや割引にばかり気が向いて自分の意思で買い物しているとは言えない状態だからです。ガラクタでいっぱいの財布がお金様にとって居心地がいいはずはありません。基本的に財布の中に入れていいのはお金とクレジットカードだけです。ポイントカードなどは必要に応じてカードケースに入れて別に持ち歩くといいでしょう。最近ではポイントカードをスマホアプリ化している店も少なくありませんので、そういったものを活用してみてもいいかもしれません。知らず知らずのうちに溜まりがちなレシートに関しても、買い物したその場で財布に入れるのは構いませんが、定期的に取り出す習慣を身につけましょう。3日以内、できればその日のうちに財布から出すようにしましょう。ボロボロ財布。気に入ったものを長く使うのは、エコロジーの観点では素晴らしいことです。でも、残念ながら財布に関しては、この習慣はお勧めできません。なぜなら、お金様は世の中をぐるぐる巡って、人の役に立つポジティブなエネルギーだから。お金は川の水が流れるように循環することが望ましいんですが、5年も10年もボロボロになるまで使い続けていると、財布は川の中に停滞している石ころのように、お金様の流れを滞らせてしまうんです。財布は、祈りの心を深めて、あなたの金運パワーを爆上げする大切なものです。あなたは、縫い目がほつれて皮がボロボロになった財布をありがたいと思って祈ることができるでしょうか。これまでの金運を一新するためにも、一定の期間が経過した財布は思い切って買い替えましょう。ごちゃごちゃ財布。財布は単にお金様をしまう場所ではありません。あなたのお金に対する意識そのものが財布の状態として現れます。だからこそ、財布を見ただけで、その人の今の経済状態が手に取るように分かってしまうんです。財布に、ベタベタとシールを貼っていたり、ごちゃごちゃとキーホルダーをつけていたり、じゃらじゃらとチェーンをつけたりしていませんか？お金様に対して金運アップを本気でお願いしたいのであれば、まずは財布をすっきりとシンプルなものに取り替えましょう。自分の財布としっかり向き合うことは、お金様ときちんと向き合うことです。クリーンな財布を手にし、今の自分の状態を見つめましょう。そうすれば、金運アップの決意がしっかりと固まるはずです。金運財布を作る重要なポイントの一つが、心がウキウキする明るい色を選ぶことです。中でも最強の色がゴールドです。お金や豊かさをイメージさせるゴールドは、仏教でも絶えることのない繁栄や豊かさを表し、人の心を明るく照らしてくれる色とされています。ゴールド以外で金運財布にぴったりなのが、オレンジ、イエロー、ピンクといった暖色系のカラーです。豊かさを感じる色は、あなたの心にポジティブなエネルギーを与えてくれるからです。とはいえ、色の好みは一人一人違いますし、金ピカの財布を持つことに抵抗がある人もいるかもしれません。特にビジネスの現場では、目立たない黒や茶色を選びたいと考える人が少なくないでしょう。そんな時は、財布の内側にゴールドや明るい色を取り入れたり、普段使うカードをゴールドカードにして入れておくといいでしょう。特にゴールドカードは、それを見るたびに、このカードがふさわしい自分になるためにはどうしたらいいかを考え、今より上のレベルに行くために何をすればいいかを考えることができ、金運アップを信じるエネルギーもぐっと高まります。よく、お金が貯まるのは黄色い財布、金運アップなら白、などと言われますが、自分が好きでもない色を金運アップという理由で選ばなくてもいいでしょう。見るたびに気分が高まり、ポジティブなエネルギーをもらえる色を選ぶのが一番です。お金様に好かれる人、嫌われる人。お金様と一生いい関係を築くための基本中の基本が、お金を大好きになることです。これは、ちょっと考えてみればわかることかもしれません。あなたは、大好きな彼氏や彼女が家に遊びに来るとなったら、部屋をきれいに掃除し、好きな飲み物や食べ物を用意して楽しみに待つと思います。それなのに、お金の場合はどうしてボロボロの財布に上下も関係なくくしゃくしゃにして押し込む人がいるのでしょうか。大好きな人に対する態度ではないはずです。よく、お金を嫌いな人なんていないよ、という人がいます。でも多くの人は、無意識のうちに刷り込まれた、お金の話をするのははしたない。お金を欲しがるのは癒しいという観念に縛られています。そして、いつの間にかお金様を見ないふりをして、
まるで良くないもののように扱ってしまっているんです。お金を手に入れることは楽しく生きること。お金は大切なもので、私たちの人生を明るくしてくれると認めるのは恥ずかしいことでも何でもありません。素直にお金が大好き宣言をしましょう。お金様は自分が嫌われていると思ったら近づいてきてくださいません。お金が大好きとあなたが宣言することで、お金様とこれからずっと相思相愛になれるんです。お金様があなたの元を出入りするタイミングは、すべて祈りの心を深めるチャンスです。積極的にありがとうと唱えましょう。毎月の給料が振り込まれた時、家賃の振り込みをする時、スーパーで買い物をする時、クレジットカードや電子マネーでピピッと支払う時も、幸せに暮らしています。ありがとうとお唱えしてください。時々お金様が来てくださった時は喜べても、出て行かれる時はお金が減ると感じてしまう人がいます。でも支払いができるのはお金様がいてくださったおかげです。食事ができる、物を買える、サービスの提供を受けられる、これはすべて豊かである象徴です。そう考えれば、おかげさまで豊かに暮らしています、ありがとうと心の中でお唱えするのは難しくないはず。またお金様に対してだけでなく、お金を支払うときに物やサービスを提供してくれた相手にも、積極的に笑顔でありがとうと言いましょう。笑顔は心の扉を大きく開き、金運アップのご利益を受け取りやすくする重要なポイントです。金運が高まり幸せになったから笑顔になるのではありません。笑顔でいるから大きな金運を授かることができるんです。たとえ作り笑顔でも同じ効果があります。お金を支払う時こそにっこりと笑顔で、お金様にもお金を支払う相手にもありがとうと言いましょう。お金という題材になるといやらしい内容になってしまう方も多いんですが、本書は仏教という視点からお金に真摯に向き合った教えばかりですし、これまでご紹介してきたいろいろな本に通じる考え方も多く納得感がありました。本チャンネルでご紹介してきた本の中にも、常に意識していること、潜在意識で考えることはとても重要なことだと伝えてくれるものが多くありますが、お金に対してもそれは一緒で、その常にお金に対してポジティブに意識をする装置としての役割が財布にはあるのでしょうね。また以前紹介したザ・ハビング、富と幸運を引き寄せる力という本でも、お金を使うその瞬間に自分にとって健全な消費をするだけのお金があることに感謝し、その喜びを味わうことが大切というメッセージがありました。そう考えると、お金は通貨としての役割以外に、自分のワクワクとした心、ポジティブなエネルギーを測る指標としての意味があるのかもしれませんね。本動画では金運アップのための財布作りについてごくわずかしかご紹介できませんでしたが、本書にはまだまだたっぷり情報が詰まっておりますし、金運を上げる考え方や行動に関しても山のような教えが紹介されています。またご利益が絶大な吉蔵くんの金運爆上げカードもついてきております。読み物としてもとても面白いものになっているので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。